名神会は、日本の愛知県名古屋市中区に本部を置く暴力団で、指定暴力団山口組の二次団体。三代目山口組の二次団体であった、神戸の暴力団、平松組の流れを組む暴力団組織で、石川尚を首領に据えた、初代大政下から名古屋に進出、中京地区における山口組の勢力拡大の一翼を担った。 初代会長の石川直は、元は、平松助を率いる神戸の山口組系暴力団、平松組の上級幹部で、後にこの名神会の前身にあたる、名神実業を創立。1977年の暮れに三代目山口組の直系組織となり、それに伴い、名神会へ解消。平松のもで、神戸芸能に関与した石川の関係から、 神戸芸能の分家という形で芸能プロダクションの運営を長年にわたり手掛け、この事業をもって愛知県下のみならず大阪や兵庫など各地に勢力を慎重させた。竹中四代目体制が発足すると主要の石川が竹中組長の警護役研筆書役への抜擢を受け、竹中組長や中山若頭の間近にあって一和会との構想いわゆる 山市構想に関与。四六代目体制にあっても、石川は山口組の中部地区における最古三組長としての重責を担った。2007年2月における石川の引退に伴い、田堀博を首領に据えた二代目体制が発足、同時に山口組系、行動会の二次団体へ。そしてその翌2008年の3月に、 行動会からの内部昇格という形で山口組の直系組織に昇格した。1934年7月2日生、山口組の二次団体であった神戸の平松組の幹部として、活動、狩猟の平松助雄の下で芸能工業の経験を積み、山口組の芸能部門にあたる神戸芸能に関与するなどした。明神実業設立後、 1977年に山口組三代目組長、田岡和夫から親子坂月を受けて山口組の直参に昇格、同時に名神実業を名神会へ解消し、名古屋を本拠にその勢力を拡大させた。三代目山口組にあっては、山本若頭から目をかけられていたこともあり、山県派の新鋭指導者と目された。 山本の最後を見取った一人でもあった。竹中四代目大政下では、竹中の警護役兼筆書役という重責を担い、いわゆる山市構想のただ中へ。一和会による竹中射殺の当日にあっては、交代任務についていた南緑組長が射殺されている。渡辺五代目大政になると、射程坂月を受け、愛知県内唯一の五代目射程となった。 2007年の2月に引退。後目を田堀博士に譲った。1958年7月2日生。元は行動会に属したものの石川名を率いる名神会へと加入。10年近くにわたって理事長の役を務め、2007年における石川の引退に伴い組織を継承。同時に高山誠治の射程となって、 行動会へと加入。この時期には、すでに最上部団体、六代目山口組の直参への昇格が予想されていた。そして2008年に内部昇格で直参へ。六代目体制発足以降、司忍組長の出身母体たる、行動会から誕生した初の直参となった。2011年には、山口組の総本部当番責任者に就任している。 ありがとうございます。